つになってます。多分30秒ぐらい待っていただきます。今僕掃除機で無理やり上昇気流を作っているんですけど、実際の試験会では雷雲、豪雨体験してきましたね。今日でも暖かいからいいんじゃないですか。これが寒い日は雨が降ってるんですよね。なんで雨が降ってるのも、だから雨に降ったんだけど雨粒綺麗ですね。あんな綺麗なの、あそこに来るまでにいろいろあったんですよね。あ、そうなんだ。あれ、10年ぐらい経ったんだけど。え、何、前坂さんが来た時ぐらいかな、から初めて、なかなか行かなくて。で、あの大阪教育大の先生が昔、神戸の学会とかでやってたんです。ああ、そうなんですか。まあ、あれを目指したんですが、なかなか、家庭用の掃除機、これも非常に簡単で、ペットボトルのここを切って、ただ何かというと、ドライアイスの場合は、中とは全く関係なくて、空気の流れ見やすくなるんですが、空気のところを決まって、これ掃除機なんですね。どっかの掃除機ですね。掃除機なんですね。掃除機で空気を上から吸い込んであげると、中で簡単に角巻きができます。ちょっと角巻きができましたね。うわ、すげー。じゃあ巻いてる巻いてる。煙ちょっと多かったんで見てないかもしれないですけど。巻いてる。この角巻きは、時計回りに回ってるでしょうか。反時計回りに回ってるんですよ。どっち回りなんだ。こう半時計回りですよ。これ、これ半時計回り回ってる。なんでか、なんで半時計回りこれ回ってるの。大きさがどこで非常に高いです。あれ、高くないですか。じゃあ私、時計回りの竜巻を作れます。あ、穴の開け方だよ。素晴らしい。引っ掛け問題じゃん。自然界の竜巻は時計回り反時計回り両方あります。台風のような大きな渦は地球の回転でできてますんで、必ずいつも回る道は一緒なんですけど、竜巻ですとほとんどの影響ないんで、実は自然界の竜巻も時計回りも反時計回りも両方あります。なるほど。非常に簡単ですね。ペットボトルのところで風の上に見るだけです。竜巻が起こった時は2個と起きます。うわ、すげえ、すげえ、これいいでしょ。お見事。うわ、すげえ、これすげえね、これちょっと離すと、ちょっと上の方から、おゆっくり開けます。でも、なるべく真ん中に。なるほど、ちょっとコツがいるね。ちょっと離す。あ、うわ、うわ、できた、うわ、きた、できた、できた。はい、観察、観察してる。ここから観察。もう一回、もう一回。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、冷たいか。メンテナンス。なるほどね、なるほどね。目が整ってないとダメなんだ。そう。ああ、変えようか。なるほど。見慣れちゃうんだね。見慣れちゃうとできないんだね。